立憲民主党泉健太代表に聞きにくいこと聞いてみた最終回でございます、はい、最終回なのでまあ、それはもう冒頭と言っていい聞きにくいことを聞いてみようと思いますなんで立憲民主党は嫌われているかいやそんな各政党みんな嫌われてますよ <laughs> どの政党もね。嫌ってる人はいっぱいいて <laughs> でも応援してくださる方々もおられてみんな成り立ってるわけですよ <laughs> だからね、嫌っている人が立憲民主党だけに集まっているわけじゃないっていうことで。そこはあまり気にしなくていい。あのそれ以上に、やっぱり応援してくださっている方々、おられるし。何せ立憲民主党は野党第一党ですから。野党の中で今一番支持を得ているわけですから。自信を持って進んでいくべきですよ。はい。まあね、あの確かに、あの私この質問に投りといって、何なんですけれど。うん、新潟はですね。うん、あの、あんま嫌われてないですね。僕の耳に入ってこないだけかもしれないですけど。うん 嫌嫌っってていいいいるるるる人人ははますよ <laughs> 米山さんのことも僕のこことともも僕 <laughs> でしょうねでもまあ割に好かれてるなっていう戦闘全体としても困りごととかくるし <laughs>、うん、そんな嫌われてることはないなとは思うんですよね。でやっぱりそれって勝ってるっていうのは結構あるんだあ<ー>じゃないのかなあ,その、まあちょっと意地悪い見方ですけどやっぱり人間って負けると嫌いだと言っていいというかダメだと言っていいみたいな感じで。 まあ批判が集まっちゃうとこはあるのかな、うん、っていう部分はあるんでですすそのいかや確かにねあの衆議院選挙で負けて以降はなんかもうダメみたいなレッテル貼りみたいのがあるんだけどやっぱり全然そんなことなくてあの参議院選挙でも確かに勝てなかったんだけどその後の統一地方選挙だとかで立憲民主党の議席が増えてそして最近の地方の選挙ではまあね本当立憲民主党が応援している候補者がどんどん勝ってるので。うん 多く支持を得てていいるる政党になっていると僕は思いますよもちろん大多数じゃないけれどちゃんと国民の皆さんに理解をしてもらっていてやっぱりそれは立憲民主党が弱い者の,の立場に立つとか生活者の目線で仕事をするとか権力者の好き勝手にさせないとか、えー、ちゃんと国をチェックしなきゃいけないっていう仕事をちゃんとやってるからだと思いますね。でちなみに同じ文脈で、うん 悪夢の民主党制限で未だにほらいの、うん、確かに短命で終わっちゃったので、はい、叩きやすいから言われてるけどまああの泉代表、ね、当時あの政務官だったわけで結構いい政策してませんいやしましたよただ僕が担当してたところで言うと今皆さん認定こども園ってあるじゃないですか。はい あれ民主党政権の時にやったやつですから幼稚園保育所だけではダメですよねと両方の機能を持って教育もするけど保育機能のある園を作ろうって言って始めたのが認定こども園だし民主党政権の時にあの自殺者も減らすというトレンドに変えることがでできたんですよねでこれは当時の政権が役所だけの考え方じゃダメで。 民間で実績を上げている成果を上げている人を政府の中に入れようって言って専門家を政府に入れたから変わったんですよ。そういうね国民みんなで作る政府を作ることができたっていうのはあの時の成果でしたね。いやなんそれ本当そう思うんですよ。よね、はい、ちなみに私その民主党政権前の時代をあんまり知らないし、はい、あのまあ、要は民主党政権が終わった後に知事になっているんですけど、うんうん、知事の時にその。 自殺対策ってすごいやるんですよかよくできてんなよくできてるかな,なんですけど工夫がされてる、ええ、ただ単に自殺ダメって言ってるだけじゃなくていろいろ工夫されてるなっていう印象があって、うん、それはやっぱり民主党時代そう現場を大事にするっていうのを特にやっぱり考えてたんですねあの時障害者の皆様の自立支援法っていうのも作ったんですけどその時にも今までの自民党政権では絶対ありえなかったんですけど審議会に いろんんな障害をを持っっったた研究者者のの方方だとか当事者の方々が集まって政策を作ったんです自分たちの政策を作るっていうのは障害を持つ皆さんにとっては本当に初めてのことでこれはやっぱり当事者を大事にする精神というか基本的な考え方これは今の自民党にはない考え方なので、まあ、今回例えば LGBT 法でもそうですけど。 当事者の方々がどこかでこう放っておかれてしまうケースってあるし入管法でもそうだったじゃないですか。困っている人や苦しんでいる人命を失う人がいるのにその人たちの問題が解決されない法律が政府で作られて通ってしまうんであればやっぱりそこを政権交代しなきゃいけないなと思いは強くなりますよね。本当にあのそういういのを含めてて私は民主党政権時代って ずいぶんいい政策いっぱい打ち出してたんだと思うんですよ。うん、まあだって子供手当てはそうですしね。うん、所得制限なしの高校無償化ってね、東京大トピックですし。ガソリン税だってそうですし。はい、で、あと今地方にいて、高速道の本当の無償化ともかくとして。あの結構ね、地方で高速使うんですよ。特に線路なんか、うん。そうですね。<laughs> 使う、で、それがあの結構近くでも千円ぐらいして、うん。 これが300円とか500円だったらもっとみんな使って地域経済も活性化するのになって思ったりするのまあ打ち出してた。そうですね。はい。うん、私はあの時自民党だったので、はい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 、はい、ああ自民主党ってなんかさっそうと <laughs> あの俺た自民党では言えないあの今の時代にふさわしい政策を打ち出して羨ましいなとかって思ってたんですけど、うん、やっぱり自民党には言えないって今米長さん言ったじゃないですか。そういうこと結構あると思うんですよね。あのどうしても。 過去のの業界のやってきたことを守らなななきゃいけないいけみたいなだから立憲民主党はエネルギーの安定供給は絶対必要だと思ってるしあの無理やりただ止めればいいとかもう一切動かすなというスタンスじゃなくて徐々にエネルギーをシフトさせていこうと思ってるんですけどやっぱりその時にじゃあ本気で新しい再生可能エネルギーに投資をする そして世の中を変えていけるのが自民党なのかっていうとやっぱりそこは今までのエネルギー業界を守っちゃうしなんと新しいその風力発電の業界にまで今度は手をつけて <laughs>、ね、利権化しちゃうわけ <laughs> こういうね利権、はい、政治とかをやめなきゃいけないやっぱりそれができるのは立憲民主党だってことですよ。はい 立立立憲憲憲から立憲へ立憲へあいいですね、はい、<laughs> でしかもね今ほどお話ししたその民主党政権時代の行政経験もあって行政経験っってやっぱり大きい,い、ね、ああそうですね、はい、あのその意味では、まあね、総理大臣を経験した方が2人そしてもう大臣経験者も数多くいるのが今の立憲民主党ですからこれは実はあの、ね、例えば国会で連携している他の野党がなんかやっぱり立憲民主党と一緒に勉強会をやったり ね、政策を作るとよく私たち勉強になってますなんていうことを言ってくれるぐらいにやっぱりいい人材先輩方も揃ってますからその先輩方の経験とこの若手の力を組み合わせて僕らはもうどん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 前に進めていきたいですね政治を。はい、でまあそんなですね、うん、あの経験もしっかりあり、うん、あの利権にもとらわれずそしてまあ,あの生活者の目線に立ってあの政策をどんどん打ち出せていくということで。 一見,見した全然嫌嫌われててないと <laughs> いいとってる人もいます <laughs>、はい、だけど、はいあのー、僕はこの国の政治に自民党ばっかりではさっき言ったようにどんどん利権化してしまうしそして自民党と同じような第2第3自民党がもし出てきたとしてもそれは改革にはならないのでちゃんと生活者目線の政治勢力を政権交代可能な勢力を作ると。 それをやっぱり立憲民主党としては役割になっていきますから期待してくださいはい、はい、ではあの立憲民主党もうしっかりと危機を照らわずにでも現実的な行政経験も生かして、うん、そして自信を持ってあの国民の皆さんのためになる政治を進めていくということでそうしていくときっと支持率もどんどんと上がっていってどんどんと上がっていってどんどん上がっていかせますはいありがとうございました